これよりヤマダホールディングスグループ独占販売フナイ新製品ゲーミングモニター概要について説明させていただきます。当社が今回発表するのは業界最高クラスの 240Hz 超高速リフレッシュレートに対応、さらにテレビメーカーとして培った映像技術を駆使し、高速応答、さらには表示できる色数がより多い高色域を実現したゲーミングモニターです。曲面パネルを採用した540シリーズと平面パネルの440シリーズの全2シリーズを準備いたしました。ではフナイゲーミングモニターの PR 動画をご覧ください。フナイ電機はヤマダホールディングスグループにて独占販売を行っているフナイブランド製品に加え、新しくゲーミングモニターのラインナップを追加いたします。全2シリーズ3機種を6月下旬より全国のヤマダホールディングスグループ店舗およびヤマダウェブコムにて発売いたします。曲面パネルを採用した540シリーズでは、32型が 64,800円、27型が 59,800円、平面パネルを採用した440シリーズでは27型が 54,800円の税込み店頭価格となります。フナイのゲーミングモニターの最大の特徴は 240Hz 超高速リフレッシュレートが備わっていることです。毎秒最大で240回もの映像信号を書き換える高速処理技術により、ちらつきやカクつきを軽減いたします。
それにより、FPS や MOBA、レーシングなど、動きの激しいゲームでも、残像感のない、滑らかな映像表示を実現いたします。それでは、リフレッシュレート 60Hz と 240Hz の違いにより、映像にどのような差が出るのかを、実際の画面を録画した映像で説明いたします。左が 60Hz、右が 240Hz のフレームレートでの映像になります。動きの速い映像なので、スロー再生で比較しています。フラッグの画像は同じ画像ですが、フラッグの棒の部分が 240Hz の細さに対して 60Hz ではかなり太くなっていることがわかります。このようにフレームレートの違いで大きな差が生じることがこの映像からご確認いただけます。それでは拡大して見てみましょう。60Hz の時はフラッグの棒が太くなっているのと同時に動きがかくついて見えますが、240Hz の時はフラッグの棒は細いままで動きが滑らかになっていることがわかります。フレームレートが 240Hz まで対応できることで、同じゲームでも見え方が大きく異なります。それにより、残像感のない滑らかな映像でゲームを楽しむことができます。高速応答速度は、ベサ規格である MPRT1 ミリ秒を実現しております。そのため、残像感の少ない、よりシャープでくっきりとした映像を表示いたします。また、府内のゲーミングモニターでは、再現できる色域を拡張しております。当社が液晶テレビ開発で長年培ってきた独自の画質設定技術も駆使しています。パノラミックワイドカラーを搭載し、実際の色を可能な限りリアルに再現しております。より自然で臨場感あふれる映像が視界に広がります。なお、DCI-B3 カバー率は 90% 以上です。続きまして、府内ゲーミングモニターのこだわりとして、ゲームに最適な曲面型パネルをご用意しております。これより、曲面型ゲーミングモニターの特徴をご紹介いたします。一つ目としては、圧倒的な没入感と臨場感が挙げられます。曲面形状のパネルが映像に包み込まれるようなパノラマ効果を演出し、映画のワンシーンや実際の景色の中に入り込んだような幻想的な体験を与えてくれます。また、画面の両端部と中心との間にある奥行きが立体的な視覚を表現します。二つ目として、曲面型ゲーミングモニターは動きの速いゲームに最適です。すべての映像がプレイヤーの視点から遠距離になるため、焦点を合わせ直す必要がありません。また、パネル両端部も正面部と同様の見え方になる形状で、映像を歪ませることなく、はっきりとした映像が広がります。特に視線を頻繁に動かす必要があるレーシングやFPS、いわゆるシューティング、および MOBA、いわゆるバトルプレイのような動きが速いゲームにもぴったりのモニターです。
3つ目の局面型ゲーミングモニターの特徴としましては、目の疲れを軽減する点が挙げられます。平面パネルや 1800R の局面パネルと比較しても、本機で採用した 1500R は人間の目の自然な曲線 1000R にほど近く、人間の目の負担や疲労が蓄積されにくくなります。以上、ご紹介させていただいた機能に加え、フナイのゲーミングモニターにはさまざまなゲームを楽しむための工夫が備わっています。ゲームに最適な機能の揃ったフナイのゲーミングモニターにより、皆様のゲームの世界がより広がることと思います。ご清聴ありがとうございました。